石尾だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは。昔っからね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと？なんて言い草だ。おい、てめえ！なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり…は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け力だったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちがどっち？こんな、マジかよ。力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあ、その第1条は何だった？知るかバカ野郎、何も覚えてるわけねえだろ。じゃあ、こちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。もういい加減終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。せっ、おお、ちっ、しつかいな。石尾だ、おやっさんの仇、奴だけはこの手で。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。ああ、わかってるよ。それはこの前、ドラゴンに教えられて。ドラゴン？なんでもねえ。石尾田は何をしてくるかわからねえ。集中しろよ。殴られるのが嬉しそうだったり、キレてみたり、何考えてるかさっぱりわからないわ。まあこの前は鉄球振り回してたしな。よく近江の幹部張ってたよな。いや、あれがトップの理由かもな。どういうことだ？極道だけの話かもしれねえが、そこが見えねえわけのわからなさってのは大事だ。ん？そういうもんなのかね。何にせよ、あの切れた石尾田は厄介だ。中途半端な攻撃は確実にやり返してくる。ああ、だからやり返されないぐらいきついのを入れてやるしかねえな。終わり
石尾だ。沢城の頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見物だよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちいと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ん、ちょ待て、誰かおる。あいつよ、やりましたな、大公。この間の蒼天堀であんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。東条会の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんです。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますえ親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。ん、どないした。それが踊れろ石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。二手三手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残ると思うんや。天道石尾だ。もう近江も東条会もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかましい。実際
蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天道、じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる？やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな。ま、見張っといて正解やったな。どうしますか？ほな、もうポチッといったれ。了解しました。偉人町の皆さん、こんにちは。投票日を明日に控え、久米、颯太が最後のお願いに上がっております。民事党公認候補、久米、颯太。長年ブリーチジャパン横浜支部長としてグレーゾーンを糾弾してまいりました。青臭い理想論者だと笑われ、くじけそうになったこともありました。それでも今、あの青木都知事が最も信頼できる人物としているのが、この久米颯太でございます。ここ神奈川2区だけではありません。久米颯太には青木都知事をはじめ全国各地にブリーチジャパンの仲間たちが共に立ち上がってくれています。民事党は本気です。もういかがわしいグレーゾーンは許さない。日本全国一つもたりとも残さない。久米颯太が青木亮と共に起こす新しい波は、この日本を生まれ変わらせます。皆さんの清き一票を勇気に変えて、ブリーチジャパン、日本をきれいにしましょう。さあ皆さん、いいですか、思い出してください。2年前、どうせこの町は本気で浄化などされるわけがないと多くの人々がそう考えていらっしゃいました。この新神室署だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていました。しかし今はどうでしょう。東条会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません。神室町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんか。それは日本中どこででもやれるはずなんです。ブリーチジャパンを合言葉に、民事党は青木幹事長の下で生まれ変わろうとしているんです。この後、知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。それから新宿を出てまた移動になりますが、知事には、あ、ん、どうしたの？すみません、知事ではなく幹事長とお呼びした方がよろしいですよね。そうか、呼び方を気にさせてしまったか。じゃあまあこれまで通り知事にしとこう。短くて呼びやすいしね。
気遣いさせてしまってごめんよ。そんな、とんでもありません。テレビの中継は？もちろん多数来ています。昼からずっと知事の応援演説を待ち構えておいでで。そうかなんだか夢みたいだよ。え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら自分が権力を手に入れることに必死だった。そのためにはまあ多少ずるいこともした。まさか知事に限ってそんないや本当だよ知事。本当さ。まあほんの少し、ほんの少しだけなんだけどね。でも私には目標があったんだ。理想の正義をお題目で語ることしかできなかった連中と違って実際に成し遂げる人間になるという目標が。そして今の私にはそれだけの力が終わりになる。それは正しいことです。え？先生？みんなそうです。全くズルをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません。理想があって、そしてそれを実現する以上、場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。お、君。すみません、私出しゃばったことを。いいんだ、ありがとう。頑張るよ。さ、そろそろ演説の時間だ。はい。知事が目指す正義のお話を国民にしてあげてください。ああ、そうしよう。それでは、お待たせしました。ご紹介します。青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回ってご多忙の中、決戦を明日に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。神奈川2区で立候補しております、春日一番と申します。巷じゃ偉人町で行方不明だの爆死しただの言われておりますが、こうして青木先生へご挨拶に参上いたしました。